皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室授業10年レベルの先生が忙しすぎて収益が上がらないときに検討したい3つのことということについてお話をしたいと思います。ですね、 LINE とかからもご質問いただいたりとかですね、メールマガの読者さんからお話をいただいたりする部分が多い。そうですね、ちょうどやっぱり10年ぐらいの先生が多いでしょうか。とにかく忙しいと。で、その教室事業自体なしはお客さんに喜んでもらっていることはすごく嬉しくて楽しいんだけれども、とにかく体がきついと。教室の先生がどう体がきついのかっていうのは、私もパン教室やってましたからね、それがどういう状態かっていうのはとてもよく分かっているんです。本当にね、忙しいんですよ。材料を買ったりとか、レシピ作ったり、試作したり、集客したり、レッスンやったりとかっていうことで、本当にこう疲弊して体力を使うっていうこともとてもよく分かっているんです。なのでその状態でしかも収益が残らないっていうことになると、これは精神的にもかなり疲れるし、だからといって別に生徒さんを向き合ってやってるのは楽しいしとかね、例えば脱サラして会社員からそういう形になった方っていうのはもう一回それに戻るのは嫌とか、例えばパートさんとかでね、別にレジ打ちの仕事をすごくないって言ってるわけじゃないですよ。そういう単調な作業でやりがい、生きがいとかが持てない状態で、それをやりたくて教室授業やってるっていう人とかっていう場合においては、好きな仕事やってるんだからしょうがないかで、数年はいけるんですよね。だけど10年近く、8年とか10年とかになってくると、だんだん私って何のために仕事してるんだろうとか、だんだん疲れてきて疲弊して、場合によっては教室一旦閉鎖する方もいらっしゃいますし、かなり仕事量を落としてやる方とかもいらっしゃるんですけれども、そんな方がですね、要は収益が上がらない時に検討したい3つのこと、これは私の大概、そうですね、コンサル生さんで入ってる方、一番最初に手入れるケースが多い内容ですね、になるので、そのコツというか考え方をお伝えしたいと思うのが本日のテーマです。はい。それでは早速本題に行きたいと思います。まずですね、忙しすぎてとにかく収益が上がらないっていうことは、いただいてる金額とその、自分のかかってる時間とのバランスが悪いっていうことですよね。だから大概、料金が安いというケースが多いですけれども、それ以前の問題でですね、時間の使い方が難しいオペレーション、運営をしちゃってるっていう方も結構多いんですよ。教室の先生ってどう多いかっていうと、例えば私はパンの専門教室でしたけれども、確かにパンの中でも酵母パンもやってたし、写真とパンを教える講座もあったり、低糖質のパンを教えたりということで、パンなんですけども中身違うものを教えたりとかしてる、一応でもパンの教室っていうその中でやっていたんですよね。で、多いのがですね、パン、お菓子、料理、あとはそれの周辺のものですね、なんたらかんたら5個とか6個とか項目とかを持ってやってる方とか多いですね。よく私、教師の先生向けのセミナーとかもあちこちでやるんですけど、肩書きとか、どういう授業をやられてるんですかっていうと、これと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 、だいたい5個ぐらいとか6個ぐらいバババババっていう方とかね、多いですよね。で、それはおそらく積み上げてきてだんだんそういう風になっちゃったっていうケースが多いんですよ。最初パンやってました、先生お料理教えてもらえないんですか、じゃあお料理も教えようか、お料理やりました、先生のお菓子を習いたい、お菓子をやりましたとか、だいたいこういう感じでどんどんね、なんかやることが広がっていっちゃうケースが、先生が優しいので多いケースがありますね。それで結局、その細切れになったとしても、それで募集していくと小さいコマなんで、その分また埋まっていく形になるので、一瞬売上高は上がってるような雰囲気にはなってってるんですよね。
だけれども、例えばお料理を本来は習いたい人と、パンを習いたい人と、お菓子を習いたい人っていうのは本来目的が違うはずなんですよね。先生が好きだから来ているという教室を作れている場合には、この話の、内容と当てはまらないです。先生に会いたいから来てるので、どんな講座でも来るはずなんですよ。先生が教えてる、まあ食なのか違うものかっていうのはね、ありますけれどもね。だからそれに関しては全然問題ないんですね。だけれども、要は準備の内容が全部違うじゃないですか。お料理の方の材料を買うのと、パンの材料を買うのと、お菓子の材料を買うの、型も違うし、材料と、あと運営ハンドリングも違いますよね。それを考えると、やはり非常にロス、時間のロスが多いですね。あと間違えちゃいけないので、まあ、もちろん材料の購入とかもね、含めてなんですけど、だから使い回しとかまあできないじゃないですか、講座が違うとね。例えば私は小麦とかで、まあ、特にそのパンの中でよく使う準強力粉とか2、3種類ありますけれども、まあ、そちらを常に常備をしている状態だったりとか、あとメインで使っている国産小麦とか、まあ、春よ来いっていうのをよく使ってたんですけど、まあ、それで基本レシピ作ってるから、それはすごくこういつでも常備しているみたいなね、感じで手元にありましたから、そんな感じで運営がね、できるんですよ、業種業態が1個であれば。だから大概忙しくって収益が残らないっていう先生の授業内容を見ると、項目が多岐にわたっている方がまず多いなというふうな感じを受けます。ということは、まず検討したいことの1番目ですね、授業を絞るということです。料理なのか、パンなのか、お菓子なのかとかね、先生だから来てるっていう場合にはこの内容じゃないですか。絞るとその分お客さん減りますからね。そうじゃない方ももちろん絞ったら減ると思いますよ。今まで料理来てた方がパンになったら来なくなるっていうのはあるんですけれども、よりその特化した内容ないしは魅力的な内容に作り変えることによって、やはり外の人を呼び、効率よく回すっていうことも一つ考えなくてはいけない。そして、授業を絞ったことによってリニューアルをするときには当然単価アップっていうのもやっていくことによって、まあ、離れる生徒さんいると思います。だからそれを乗り越えてでもやっていきたいのかどうなのかっていうのは、これやっぱり7、8年か10年ぐらいの方試される時期が来ますね。疲れた、どうしよう、やめようかとかっていう時に、リニューアルしてでもさらにその先を目指して前に進んでいくのかっていうと、どうしても事業整理はしないといけない場合がありますね。自分では多分ね、しにくいんですよ。何を基準に考えなきゃいけないかっていうと、生徒さんはもちろん基準に考えるんです。この講座をやめるっていうと、その生徒さんの顔がちらつくのもよくわかります。パンからコンサル業にシフト、分かっていてシフトしていってる時に1クラスずつ減らしていきましたから、それはその時の生徒さんと別れるっていう辛さは当然わかります。わかるんですが、その後自分がこちらに行きたいっていうものがもしもあったら、どこかでやらなくちゃいけない、痛みは伴うのが改革なところがありますからね。閉鎖していく授業ないしは教室のレッスンとかも当然あるし、あと恐怖なんですよね。それを減らすっていうことは、そのまま収益ダウン、収入ダウンになりますので、その組み替えを上手にやらないといけないから、先に新しいものを作りながら減らしてってあげていくっていう、この作業は何にもないところからやるよりは大変です。だからどこかで事業整理をするときには一瞬売上下がるケースがありますね。でそれ以上に上がることによって年間どうにか右肩上がりを保つっていうことはできるんですけれどもね。なので事業を絞るっていうのは、まあまあ、大事な要点、検討したいことの1個ですね。で次に2つ目はですね、事業を転換するっていうことです。例えば、その自分のエリアとかお客様属性とか、あと時代の流れとかによって、今これを A という事業をやってるけど、 B の方が集客も楽だし収益も上がるっていう場合ですね、これを転換するっていうことも一つ検討したいことですね。いや私パンしか作れないしとかってね、言ってもパンでじゃあ違う切り口でできないかとか、
パンの中でもまた違う授業で教えていけないかとか、これはね、知恵をひねらないとダメなんですよね。まあ、単純に同じ業界内じゃないところで、いけるものを探してみるっていうのは、できるできないは別として一つ検討したい事項の一個です。私の例で言うと、私自身が電子書籍を出していることもあって、電子書籍のクリエイティブディレクターっていう、まあ、肩書きでコンサルティングとかもできる、まあ、資格ライセンスを持ってるんですけど、これをもともと取ったきっかけっていうのは、レシピ本を出したかったんですね。商業出版が難しくって、とりあえず電子書籍でもいいから出したいっていうふうに思った時に、ちょうど Kindle で出せるっていう、そういう技を教えてくれる学校があって、でそちらを実際に学んで、で自分で本出して、でそれは結構面白かったし、可能性もあるかもしれないなと思ったから、人がやってないうちに私そういうものとかを結構早いうちから やるタイプなので、 Kindle が日本に上陸して6ヶ月後にはもう出版してましたからね。まだ当時は珍しかった動画付きのレシピ本、誰も出してなかったんですけどね。それを出して、よく Kindle、Amazon とかでも紹介はされた本だったんですけど、そういうものをパン教室の先生やりながらやってるんですよ。で、その授業はじゃあどういうふうにやってたかっていうと、例えば夏とかはコースレッスン以外の需要は落ちますよね。パンとか、まあ、他のお菓子もそうなんでしょうけど、暑いから。でそういう時に、例えば冷房が効いた部屋で、電子書籍のそのパソコンで製本を教える授業ですけれどもね、そういうのをまあ教えていくことができるっていうと、その間は別にお休みすることなく普通にお仕事を回っていくじゃないですか。だからそれをできるっていう技術を身につけるっていうことで、全く全ての授業別に転換したわけじゃないですよ。夏とかの時期は逆転させてとか、まあそういうようなことをやったりとかするケースはありました。だけれども、あとは例えば、それこそパンをやってるけれども、こういうお菓子のものとかっていうものがあった時にですね、それを自分が作れるのであれば、時流に合わせてそっちを教えるっていうことだってあったりはします。パンの中でもこういうパンが時流だからっていうことで、自分がもちろん教えたいものはあって、嫌でなければそれを教えるとかですね。私はこういうものしか教えないって決めてるんだったら、もちろんそれで構わないんですけれども、授業そのものの内容は違うところでやる領域のものでも、自分が教えられるんであればそちらに転換するっていうのも一つ収益が上がっていく考え方の一つです。もう一筋でどうにもならないって言ったら、それをもっと極めていく特殊な、こう自分の技量とか技術とかっていうことを見据えてやっていくってことはね、できますけれどもね。はい、なんで事業を転換するっていうのもアイデアの一個です。で3つ目ですね、複数事業を同時に立ち上げを行っていく。これ結構ハードル高いんですけどね、大概その要は忙しくなっちゃっていて、教室の範疇である内容 お菓子とパンと料理とっていうのが全てこううまくね、回っていくわけでもないような時で、単価も安くって、でもなんか生徒さんは来ちゃってるとかっていうと、なかなか切ることができなくて、授業整理をやっと1本にしたのに複数授業ですね。だからパンじゃないとかっていう、違う授業、まあ私の電子書籍だったりコンサルティング業だったりっていう違う授業を同時並行で動かしていくっていう、それによって収益を確保する、単価アップをするっていう方法もあるんですけれども、これはまあ現実的には結構大変です。なぜならば、ブログとかウェブサイトとか、その都度それに合ったものを作っていかなくちゃいけないので、都合私いろんなものを授業を潰したりとか、継続したりとかやってる、その都度その都度ウェブサイト作ったりしてたんで、20とか持ってたりとかね、動かしてないものとかも含めて持ってたりするんですけれども、その上っていうのはなかなか大変です。だから複数持ってて、それぞれがちゃんと収益がね、立ってきて、時間のハンドリングも上手にできる高収益短時間のタイプの事業モデルを持つことができると、それとまあ組み合わせながらやると安定もするし、お金も入ってくるんですけれどもね、その安定させるまでがね、結構大変なんですよ。だから複数事業を同時に行うっていうのもアイデアとして考えた方がいいと思うんですけれども、
結構大変です。はい、なので、まあ、一番多分教室の先生が手っ取り早いのはバラバラになっているいくつかの授業のうち一番伸びしろがありそうなところで、それをさらに際立たせるようにコンセプトを作り直してどうにかしていくみたいな、授業絞るですね、これをやられるといいかなと思います。これ結構痛いんですよ、しんどいし、うん、だからそういう場合には当然私とかはクライアントさんに相談されて、私は本当に客観的に引いた目で可能性がある目があるところ、これから伸びる伸びしろがあるか、使う時間が少なくて済むか、収益性が高そうかという判断からですね、もちろん市場調査はやるんですけれども、それによって残すべきもの、切るものっていうのを、まあ、本人に言いますね。でそれをどう捉えてどこまで生かして全部言うことを聞いてもいいし、いや私はこれはどうしても捨てられないですって言ったら、それを融合させながらやる妥協案とか考えるんですけれども、一人でやるのはね結構大変なんですよ、教室の先生特に。言われてこれは切れないの、これは切れないのっていうことを言って、初めてうーとか言いながらやる。まあでも大概整理した後にすっきりすると時間が取れるようになるので、やっぱり集客もやりやすくなったりとか、単価上げることができたりとかですね、伸びていくんですよね。だからその瞬間の痛みを受け入れられるかどうかっていうのは結構大きなポイントですね。痛みを受け入れられるかっていうのは、ご本人が痛いのもそうだし、私も痛いです。それを伝えてやってもらうわけだから、自分がやる方がよほど楽ですね。だって痛みも全部自分で引き受ければいいだけだから、自分がやったことを自分で責任取ればいいだけなので、人に言った分がそれが基本失敗しない方向はお伝えするんですけれども、それによってうまくいかないケースだって当然あります。百発百中なわけじゃないので、私は神様ではありませんからね。なのでその時にその辛いっていう痛みも一緒に引き受ける覚悟を持ってアドバイスをするわけなので、痛いですよこっちもなんでその10年くらいの先生のレベルの忙しすぎて収益が上がらないっていうところは結構ね、改革が必要なサインになるので、まあ、これを聞いてる方が何年目ぐらいの方かちょっとわからないですけれども、辛いどうしようって思ってる時にはどっかで決断をして大改革しないとダメな場合があるっていうことを、まあ、ちょっとお伝えしようかなと思って、アイデアとともにですね今日はお伝えしてみましたので、ご参考になさってください。それでは。